アンチンチようこそ、ドマツとミナルです。よろしくお願いします。ということで、もう4月、4月ですね。4月か、早いね。早い、1年早くないし、もう4月はやばいでしょ。4月はやばい。さすがに4月といえば何ですか。新生活、新しい生活が始まるということです。はい。ただこの時期から引っ越ししたりとか、うん、そうですね、とても多いと思うので、多い、まあ、僕らはなんやかんや一人暮らし、まあ君はね、はい、今なんかあれあだこうだしてるけど、はいはいはい、本当にもうあれだけど、結構長い、長いんですよ、うん、なので今回は一人暮らしであってよかったものを発表しよう。何を買えばいいんだ、何があればいいんだ。本当にそう、それはね、マジでね、悩みよね。悩みなんだよね。じゃ俺でも一つあって、うん、もうこれ必須だなって思ってるのがあって、うん、これぐらいのサイズの白い乳白色の袋。ああ、はいはいはい、はい、レジ袋的な。あ、はいはいはい、ゴミ袋。わかるわかる、ゴミ袋、ね、あのペットボトル6本ぐらい入りますよみたいな、はいはいはい、あれが絶対いる。僕今も使ってる、それ。俺も使ってる、普通に必要、うん、これはね 100%、 最初ってでも確かに普通のゴミ袋、うん、45リットルの、うん、かまあ30リットルか分かんないけど、ちょっとデカめのゴミ袋を使うじゃん、うん、でもそこに溜めてても良くない、うん、そうね、うん、臭いし。そうなんだよ、そこなんだよね。一個一個小分けで1日のゴミをまとめておきたいくなってくるので、ね、分かる分かる。でそこで使うのが10リットルぐらいの、あのちっちゃい、あの本当にレジ袋の M サイズぐらいの、あの本当にちっちゃいやつを買うのよ。もうあれ大量に入ってるじゃん、60枚とか80枚とか、ね、100均とかで買えるから、ね、そう、100均とかで買ってきて、でそれをゴミ袋代わりに使う、うん、でこれ縛って、でそれをもうまとめてゴミ袋にポンポンポンって4個か5個入れて縛ってゴミの日に出すっていうのが一番楽、うん、もういきなりこうなんかでかいゴミ袋使い始めるのめんどくさい、そういう感じありますね。いただきます、はい、どうですか、あります。1個目が結構一番大事で、うん、あのフライパンとか皆さん買うじゃないですか最初に、はい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 、でも僕1個だけマジで最初に買ってミスったなって思うことがあって、はい、あの厚手のフライパンを買っといたらよかったなって思ったの。厚手っていうか、あーな、そうそうそう、ちょっとそうそうそう、深いやつね。深いやつ、はい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 。で僕マジでそれだけフライパンを最初に買って気づいたのが、あの厚手のフライパンが1個あれば煮物も焼き物もそうなんだよ、全部できるやつ。そうそう、本当にそう、まあうちないけど、俺も昔は買った。そう、うん、一人暮らしってコンロ大体一つだから。ああそうね、そうそう、少ないよね。今だったらさ、用途に合わせてね、俺だと中華鍋があったり鍋があったり圧力鍋があったりとかあるけど、今でこそね、ね、めんどくさいじゃんね、何個も揃えるとか。むずさね、お金もないしさ。マジでそう、それなんだよ。だから本当にこれだけはおすすめ。28センチの厚底の鍋が一番おすすめ。本当に何でもできるからね。僕ちょっとどうしてもね、うん、普通におすすめなのが、あのサーキュレーターっていうのがあるんですけど。サーキュレーター、そう、扇風機とはまた違って。あー、はい、そう、サーキュレーター、うん、あの一人暮らしって部屋干しが多い。あー、まあ確かに部屋干し多いよね、うん、だから女性の方とかやっぱ外に干せなかったりもあるだと思うし、うん、男性でも梅雨とか冬とかって結構外に干せなかったりすると思うんだよね、うん、で、あのサーキュレーターっていうのは何かっていうと、扇風機とは違って部屋の空気を循環させてくれるっていうものがあるんだけど、うん、大体まあ3000円から5000円ぐらいで買えるんだけど、うん、それを使うと部屋干ししてても乾くのも早いし、空気循環させてくれるから、そこまでね、あの部屋干ししても臭くならない。ああ、なるほどね。でかつ部屋の空気循環させてくれるから気温を一定で保ってくれるんだよ。はいはいはい、はい、そうそうそう。でこれはあのー、ここ数年でね使い始めたんだけど、マジでめちゃくちゃいい。夏場とか特にいいよね。そう、マジでいい。夏場はね、そうそうそう、暑いしね。扇風機だけじゃね、ちょっときついのよ、洗濯物とか。うん、でも安いんで、ね、うん、そんな高くないんで、これはマジでおすすめです。確かに、このドンキ売ってるからね、オリジナルもあるけど。うん、そうそうそう。確かに。なんだろうな、新生活でしょ。もうだってさ、そんなこと言ったら、俺が買ってよかったものとか言ったらさ、ドラム式洗濯機とかやるじゃん。めちゃくちゃいいけどね。最強なんです。最強なんだけどね、ドラム式は最強なんです。干す時間がいらないもんね。干さない、まあ干さないよ、月に2回とか。多分なんかそのおしゃれ着みたいな、おしゃれ着モードで洗って、 あの浴室乾燥で干してるから、俺マジでね、俺この家引っ越してもう2年経つけど外干し1回もない。マジで
洗濯機どうしようっていう人はドラム式買った方がいいと思う。乾燥機余裕が本当にあるなら高いけど、まあ一生ものじゃないけど、まあもう買ってあまりある恩恵を得れるよ。20万もしなきゃ十数万するけど、時間を買うっていう感じだよね。そう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 、いやそれはマジで僕もね思う。もう買えたらどれだけね、うん、いいことかっていう。そうなんだよ。そうでもね、気軽にお勧めできないんだよな、高いからね。あとあれ、アマゾンファイアスティック。うちもあるわ、買ったわ。あれ、あれはやばいね。うん。テレビの画面で YouTube 見たりとか、そうね。まあなんか生放送、Twitch の生放送見たりとか、アマプラ見たりとか、ネットフリ見たりとか、ができるのはいい、やっぱり。いや、うちもあるけどね、あれめちゃくちゃ便利。めちゃめちゃ便利だよね、あればっか使ってるもん。なんか本当にそれこそもう言ってたけど、テレビ最近あんま見ないもんね。そう、テレビはもう、YouTube 見るよというか、うん、ご飯食べながら、まあ、YouTube 見るみたいな、うん、普段だからここでこうスマホとか置いてさ、うん、スマホ見てるじゃなくて、もうテレビで見ながら、テレビで YouTube とか見ながら、うん、あの飯食うみたいなのができるから。そう、あれ普通にさ、てか僕生の時にあれ3000円とか。あ、そう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 、あれマジでいいよね。あ、マジで便利だわ。プライムビデオなんか500円で入るから。そう。アマゾン使ってたら、まあ入るしね。それはマジでおすすめ。そう、映画も見れるし、うん、もうすごいおすすめだと思いますね。うん。うん、あと僕ね、ちょっとね、ずっと初期の初期からお世話になったものがありまして、突っ張り棒を、最初のさ、初期の初期ってさ、ワンルームとかだとさ、収納スペースないじゃん。ないねー。ないよね。うん。で、トイレの上とかにさ、なんかトイレットペーパーを置きたいなって思うんだけど、あー、はいはいはい、なんか置けなくて。で、僕やってたのが、突っ張り棒に、100均であと売ってる、なんか網目みたいなさ。あるあるある。やったわ、俺も昔。やるある。あるあれ結束バンドで繋いで落ちないようにして、トイレの上にやって、そこにトイレットペーパーとか、洗剤置いたりずっとしてたの。これマジで、あの、収納スペースないって人はマジでやってほしい。上の方のデッドスペースをね。そう、上のデッドスペースに。活用してね。そう、マジで、これをやるだけで、一瞬でね、もう全部解決するんで。そう、穴も開かないしね。そう。素晴らしいよね。めちゃくちゃおすすめだね。しかもだって、300円で済むからね。ね、100均とかでね。そう。3、400円で済むんで。そう。おすすめでございます、ね。ようやってたわー。懐かしいな。懐かしい。はい。今日はまあ、うん、大雑把に僕らの一人暮らししてきて良かったものをっていうのをね、ちょっと紹介させていただきましたけど、もしねコメント欄にあのこれいいよっていうのがありましたらみんなでね共有していただいて、これから新生活を送る人たちにね、あのためになればと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。新生活に幸あれ、頑張れ。バイバーイ。バイバーイ。ゲームに課金するなよ。それは間違いない。